怒られちゃったね。ハヤテが火に油注ぐから。っていうか近すぎるわよ。私たち学校ではお友達なんだから、もっと離れてよね。寂しい。私たち目をつけられてるんだから、これ以上注目を集めたら居心地悪くって仕方ないわ。ただでさえ女の子同士で付き合うなんてきっと理解されないだろうし。ココアは後悔してる？してるわけない。分かってるくせに。っていうか近いってば。私はあんな古月は認めません。あれはもう私の曲ではありません。私のことを理解してくれるのはただ一人、ハヤテだけ。話は変わるが、お前たちどうもユニットをただ組んでいる友達という中には見えないんだよな。恋仲かな。そんなわけないでしょ。ふむ、そうか。ココア、いる？ハヤテ？なんて間の悪い。こんな夜に家を訪ねてくるなんて、お前ら。友達だって夜に来ます。もう通話切りますね。さようなら。ココア、そろそろ前に歩き出す時なんじゃないかな。わかってる。でも貝原満だけは許せない。あとそれだけじゃないもん。ハヤテは知ってるでしょ。もう一つのもっと大事な理由。ハヤテと二人だけがいい。私の曲はハヤテだけのもの。だからずっと二人でいたい。もちろんわかってるよ。私の詩もココアのものだから。空の詩も街の詩も夏の詩も冬の詩も、私の詩はいつだってココアのことを描いている。好きかもしれない。何が？ココアが。え？付き合ってほしい。それは音楽のパートナーとしていいよね。それはもちろんだけど、もっと恋人になりたい。ココアと一緒にいるととても気が楽になる。ココアといない時もずっとココアのことを考えてる。ココアは可愛いからきっとすぐに恋人ができちゃう。でも私、ココアと一緒にいられないなんて嫌だ。だから私が恋人になれたらなって。ダメかな。でも私たち女同士だし。自分でもびっくり。ココアは私のこと嫌い。そんなことはないけど。誰よりも幸せにするよ。あなたって本当に突然ね。先週だって急に詩を送りつけてきて。怖かった？怖いに決まってるでしょ。普通だったら絶対に会わない。でも詩があんまり良かったから。私才能あるのかな。でも私が詩を書こうと思ったのはココアの曲を聴いたから。他のどんな曲よりもココアの曲が私には刺さった。今だって私とこんなにおしゃべりできるのココアだけだよ。これからもココアと一緒にいたい。私たち二人でずっとパートナー。どうかな。